ストーミーウェザーは1943年に20世紀フォックスによって制作、公開されたアメリカ合衆国のミュージカル映画。アフリカ系アメリカ人キャストによるハリウッドミュージカル映画としては MGM によるキャビン・イン・ザ・スカイと共に著名な作品であり、パフォーマーとしてキャブ・キャロウェイやファッツ・ウォーラー、ニコラス・ブラザーズなども出演している。2001年、本作は アメリカ国立フィルム登録簿に選ばれ、アメリカ議会図書館に永久保存されている。この作品は、一般のハリウッド映画に、アフリカ系アメリカ人がまともな役で出演することが、ほとんどできなかった時代における、アフリカ系アメリカ人の最高峰のパフォーマー、シンガーが出演した作品として知られている。ストーミーウェザーという映画のタイトルは、 エセル・ウォーターズによって1933年最初に録音され、フランク・シナトララもカバーした同名の楽曲に由来する。劇中でもこの曲が終わりの方で披露される。この作品はスターダンサーであるビル・ボージャングル・ロビンソンの人生に着想している。本作でロビンソンは主演として、ビル・ウィリアムスというダンスの才能を持って生まれパフォーマーとしてのキャリアを目指す。 第一次世界大戦の機関兵という人物を演じている。主演女優はレナ・ホーンでセリーナ・ロジャースという歌手を演じている。本作はホーンにとっては数えるほどしかない MGM 以外が制作した作品であり、また1930年代から1940年代にかけてたった2作しかないホーンが主要な役割を演じた作品でもある。なお、 セリーナというキャラクターはこの作品の創作されたもので、実際のロビンソンの人生に、このようなロマンチックな事実があったわけではない。共演としてカサブランカなどへの出演で知られる、ドーリー・ウィルソンが、ビルの貧乏な友人として出演している。その他に注目される出演者としては、キャブ・キャロウェイや、ファッツ・ウォーラー、ニコラス・ブラザーズ、コメディアンの F.E. ミラー、歌手のエーダ・ブラウン、 キャサリンがナムなど。本作は、わずか77分の上映時間にもかかわらず、全部で20曲もの楽曲が演じられる。なお、本作は、ロビンソンの遺作となった。また、ファッツ・ウォーラーの死没も、本作の公開から数ヶ月後のことであった。本作におけるハイライトとしては、ファッツ・ウォーラー自身による、エイント・ミス・ビ・ヘイビン、キャブ・キャロウェイと彼のバンドによる、ジャンピン・ジャイブ、 そしてレナ・ホーンによる歌唱とキャサリン・ドナムによるダンスのストーミー・ウェザー。レナ・ホーンは他にもいくつかのダンスナンバーをロビンソンと共に作中で披露している。この映画はジェリー・ホー・ウィンとシーモア・アビー・ロビンソンによる原案からフレデリック・ジェイ・ジャクソン、テッド・ケイラー、H.S. ・クラフトらによって脚色されている。監督はアンドリュー・エル・ストーン。ありがとうございます。